ああ大変長らくお待たせいたしました。21時より開始予定だった、スパーツ X の大会ですね。参加者2名ということで10先方式に変更させていただきました。参加いただいているのがベンダさんとユッキーさんですね。こちら2名で10作戦やっていただきたいと思います。それではスタートボタンを押して始めてください。はい、令和元年最後のスパツ X 大会、実先まさかの本田同キャラ。さあ遠距離で張り手張り手、さあお互いゲージを貯めて、頭突きにはジャンプ台足から大一を投げもう一回はめていく、ビヨっている、小足から、さあこれは100巻当たってめくり、さあ距離を離して頭突きが当たる。先にラウンド取っていったのはベンダーさんの方なんですね。さあ、あっという間にピヨって、1戦目勝利はベンダ・ホンダ。あ、すいません、あ、ジャンプ台足、おっとめくり気味にスーパーズスキー行ったんですが、逆に返していく。さあシャガパンから張り手、ラウンド連続で取っていく。さあジャンプ台足当たらないところにしっかり仕込んでいた大一投げ、同キャラ独特の、あーっと頭突きに動いてしまったが、さあ体力リードを生かしてコーパンで相打ち取っていく、頭突きに相打ち、さあこのリードは頭突き同士だと一向に縮まらない。さあお互い気を失っているが、さあこのドットの体力からやれることがあるのか。さあ頭突きガードさせていく、さあこれで圏内か、さあ残り時間は刻一刻と迫っていく、頭突き頭突き、さあ削りましや、あーっとちょっと残った、頭突き、あー削りきれない、これはドローですか。さあラウンドは進みますが勝ち星はお互いにつきません。ラウンド1本リードはベンダー、100巻ガードガード、頭突きで追い返していく、あ相打ち、あ今回は体力リードしているのは雪川、頭突きガード、あ中辺距離じりじりとした。さあここで空中ヒット一気に近づく、スーパー頭突きはガードしている。さあおいちょ、あコパンで止めて、体力ドットに追い詰めた、先ほどとは逆の展開、残り時間を有効に使って最後は頭突きと張り手相打ち、これでラウンド1-1。ジャンプ台足、さあこれめくりの頭突きが当たってダウン、張り手が重なっている、100巻では抜けれない、頭突き当たって、さあ体力リード大幅に雪側、頭突き体育になっている、削り、さあ少し残ったが、この体力差ひっくり返すことはできるのかこの組み合わせ。さあじりじり下がった結果、最後は頭突きに当たってしまう。あこれで取り返す、1対1。
まあ、X とはいえホンダ同キャラかなりタイムを使っての試合となってますので、10先だと結構精神的にもきつくなってくるタイミングがありそうですね。ズスキズスキ、さあお互い被弾はないんですが削りでじわ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 体力を持っていっている。あ、張り手の相打ち、これで両者圏内。あーっと、ズツキ動いたところに当たってしまう。ラウンド選手はベンダの本田。さあジャンプだよ、ししっかり落としている。ズツキ見てから返していく。中距離、お互い張り手と小パンでうまく前を調整している。頭突き対空になっているぞ。あ、これは大足が勝つ。ジャンプ大足、頭突きは出ているんですが潰しております。100巻さあ残り削り、あ、スーパー頭突きの2発目のところ割り込んでいった。ラウンド11もつれます。やはり序盤は遠距離でじりじりとした展開。ジャンプダイヤシ当たって体力若干ながらユッキー側が有利。頭突き、あー最後はジャンプダイヤシ相打ち、取っていったのはユッキーの本田。ユッキーさんがね、頭突きを出すたび相手側の返しの頭突きのコンパネの音はするんですけど、ギリギリ出てないっていうのがついてますね。さあジャンプダイヤシ当たっている。体力一気に半分持っていった。お互い体力が少ないところ、おーっとうまく抜けたがこれは当たらない。さあお互い何を狙う。頭突き、体力ほとんど五分だが若干ながらベンダ優勢か。あーっとこれ体力はダブル KO。アスパツはダブル KO、 ラウンド進まないんですね。ジャンプだよし、さあ頭突き、これは表だったか。あ、上りで当たって体力一気になくなっている。あーっと最後は張り手と中盤か何かが相打ち、体力が残っていたベンダ側がラウンド選手。頭突き、これは乗っかってしまった形。あ、中距離の張り手で若干のダメージを取って、体力的にはユッキー側が1割程度優勢。これで5分になった。さあ対空にはならないが削りダメージ、残り時間も迫ってきたが、これは頭突きヒット。あ、一気に端に追い込むが張り手で追い返す。さあ急に相撲になってきた。頭突き頭突き、時間切れギリギリ勝利はベンダー。これで2対2。ホンダ対ホンダ、急に途中でね相撲になりますからね。あ、ジャンプ大足、あ、ここはガードでしのぐ。張り手の判定が強い。
あ、うまく反応して相打ちダメージを取っていく。あ、ここはガード、あー、あと一気に体力が、あー、最後の張り手相打ちになってしまい、これはダブル KO。 うまくジャンプだよし、この頭突きは見てから返していく、素晴らしい張り手の頭突き。ダメージ的には頭突き側が若干高いか。一気に体力お互い圏内まで。うまい、ここの頭突きは張り手の隙に差し込んでいった。さあラウンド選手はユッキー側、張り手削りもバカになりません。あー、これは空振りになってしまう。あ、体力ほとんど並んだぞ。あー、頭突き刺さっていく。またしてもラウンド1時。頭突き、これは飛びに刺さってしまう。ジャンプだよし、うまく差し込んでいる。さあピオリも怪しいが、さあここはゆっくり時間を使って、張り手置いてある張り手が強い。あ、5戦目取っていったらベンダーの本、こちらでベンダー側が3本選手という形。はい、さあ、あっとジャンプ大パンは勝てないと、大足を押さないといけないんですね。まず突き反応して返していく。あ、これは乗っかる形。あ、ここは交差していく。あ、体力はリードしていますが、安直な頭突きで削りに行こうとすると返されてしまうですが、ここはねじ込んでいく。さあ、うまい、しっかり頭突きを見てから返していく。さあ体力ほとんどゴムの状態。あーと頭突きうまく返していく。さあこれはお互い相打ち、削りにいったがちょっと足らない。あーとタイミング全く一緒の頭突き、これは相打ちダブル KO。 さあお互い通したいタイミングは一緒。あ、相打ちうまく返していく。さあ頭突き通って、これは表ガードしっかりガードしている。あ、対空気味ですが確定はしておりません。あーっと技振ったところに頭突きがヒット。ジャンプ対し、さあ頭突きを埋めていく。体力的にはお互い同じぐらいずつ減っていく。あー、体力先に削ったのはベンダ側。あ、こちらで勝ち星若干差が出てきた、4対2。
さあ体力的には半分程度お互い削っている状態。頭突きが相打ち、あジャンプだよし、うまく当てていく。あ先に圏内に到達したが張り手のダメージがすごい。あ一気に体力並んでまたダブル KO が見えますが、さあお互い頭突き打ってこいよと。最強の展開、残り秒数は、あっとこれは中盤でしっかり止めた。あ無敵技のはずなんですが、あの距離だとね無敵切れちゃうみたいですね。ダメージ計算でしっかりラウンド取っていったユッキー側のホンダ。あうまい、頭突きをしっかり埋めて削りダメージ。さあ先ほどから残り時間ギリギリの戦い続いておりますが、体力的に持っていくときは一瞬、あーっと張り手少し届かなかった。差し返しの張り手ですね。さあほぼ毎試合1対1のラウンドにもつれ込んでいるような気がします。あずつきしっかり重なって、ここは大一丁投げ、中盤から大一丁投げ返していく。さあ張り手うまく潰している。さあこれは見ている、上りジャンプのところに頭突きが当たってしまう。さあこれは見ていた、確認して返して、中盤から大一丁投げ、まだ足らないが張り手重なっている。さあベンダここで4連勝。スコア的には5対2。視聴者側ちょっとキャラがね一緒なんでなかなか判断つかないかもしれないんですが、 1P 側ピンクのふんどし、あこちらが、ユッキーさんのホンダ、スーピー側緑色のカラーのがベンダさんのホンダとなっております。ラウンド選手ベンダー、頭突きしっかり返して相打ち。あカペースとかだとね弱頭突きが後から出した方が一方勝ちなんですけど、 X だと相打ちがいいとこみたいですね。あでもこれはしっかり返している。あ引きつけると一方勝ちって感じですかね。あーこれは表、さあ最後はめくりなのかちょっと分からなかった。一気に体力持っていった。やっぱクレジット補充します。すいません、キャラ間違いですね。これはそのまま倒しちゃってください。現在のスコアが、6対2、ベンダが6、ユッキーが2のスコア状態となっております。最短残り4試合。あ今のラウンドはちょっとキャラを間違えてしまったので倒していただいております。はい、気を取り直してまいりましょう。
コアは6対2第9試合ですね。さあまたしても体力リードはベンダガワ、アジャックパン中パン、あこれはまだ空中だったか、おっとリバーサーで投げていく、あ張り手でうまく削って、さあ中距離張り手と頭突きが相打ち、やはりダメージ的には頭突きの方が若干高いか、あうまく返していくタイミングぴったり、ここはめくり気味でしたが客観で抜けていった、体力1割を切って、これはもう削り 2,3 発で溶けてしまう体力だが、まだまだ戦える、さあ誘致は耐えれない、スコアは7対2。さあ少し厳しくなってきたか、ユッキーの本田。さあ現在6連勝中なので、一度連勝を切って落ち着いていきたい。さあラウンド選手ユッキー、連勝は一度ここで切りたい、うまく相打ち頭突き、これは頭突きでうまく返していく、さあ見えている、これもしっかり2発目のところに頭突きで返す、体力大幅リード、あーっと乗っかってしまう、あーっ危ない、これは危ない、客観、さあ投げはめはギリギリ回避できたが、あーかなり体力も削られてしまったので気が抜けない状態になってしまった、あー中足の隙に頭突きが刺さる、ラウンド11、遠距離の張り手合戦、ダメージ的にはお互い同じくらい減っておりますが、あ頭突きを返していって、客観に頭突き出したんですがタイミング悪く潰されてしまう、あっと起き上がりの頭突き、最後はパンチ投げ、あベンダーの本田が止まりません、はい、すいません、スコアは現在8対2、ベンダガーが大幅リードの状態、あず突き返されてしまう、張り手の4発の削り意外と大きい、あここで頭突きガードさせて、あとは相打ち圏内かと思いきやちょっと残る、張り手、あっとコパンの一発が痛い、おっとジャンプダイヤシうまく差し込むところだったんですが、
ギリギリ頭突きの方が判定が強かった。乗っかってしまった形。ラウンド選手はユッキー。頭突きの相打ち、体力はほぼ5分。張り手に一歩負けしてしまう。さあ重なった張り手から頭突き、青に無双を打ったんですが、しっかり2段目のところ頭突きに反応していく。またしてもラウンドは1対1。あ、ジャンプ台足。さあ頭突き埋めて、この頭突きは相打ち。あ、端に追い込まれてはいますがうまく差し返している。リバーサの頭突きから張り手重ねて、あ、体力もうドット、これは苦しい。さあお互い何を待つかといったところ、置いてあった小パンか中パン、こちらに頭突きが相打ち。はい、でこちらで現在リーチですね、9対2の状態。こちらお弁当さん勝ちますと呪術作戦は勝利という形になります。さあ先ほどからかなりいい形で1ラウンド目体力有利は続いているんですが、2ラウンド目3ラウンド目なかなか倒しきることができない。あ、うまく頭突きねじ込んでラウンド選手ユッキー側。借りて削りダメージを大幅に奪っていく。あ、体力じわ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 、お互い少なくなって借り手の応酬。あ、うまくジャンプ台足。さあこれは乗っかってしまった。あ、最後100貫、無敵をうまく使ってラウンド11。なかなかあと一押し取らせてもらえません。あ、相撲らしからぬアウトボクシングスタイルで距離を詰めずにお互い頭突きを待っている。手が勝って打ってしまったが、あ、ここでコマンドミス。あ、まだチャンスはある。張り手ないうち、さあ体力お互いドット。あ、これはダブル KO か。あ、ギリギリラウンドつなぎました。あ、鬼無双を打ったタイミングでやってしまったというようなリアクションを見せてましたが、なんとか命はつながった。中盤と頭突きの相打ち、体力的にはまたしてもほぼ五分の状態でラウンドが進んでいく。あ、壁にじわりじわりと押し込んでいき、ここはバックジャンプの台足うまく誘っています。あっと踏みたかったんですが頭突きの方が早い。さあこれはうまくジャンプ台足で蹴り返して頭突き。さあ残りの秒数ほとんどないぞ。
タイムアップ。ここでなんとか連勝ストップ、止めていったユッキーの本田。勝ち星の差は現在9対3、依然としてベンダー側のリーチは変わりませんが、ここで1本切ったのは大きい。あ、ここからどこまで取り返せるか。置いてある張り手が強い。おー、一丁投げをリバサで押していく。体力若干リードはベンダー。あーっと、百貫の空中判定のところに頭突きをねじ込んでいく。さあ、完璧なリーチをかけていった。張り手2段目はガードの扱いだが、削りダメージが大きい。さあ、このラウンドは体力リードユッキー側。残り1割の体力どうやって削り取っていくか。頭突き相打ち、さあ一気に圏内。頭突き相打ち、これはまたしてもダブル KO。 ラウンド、こちら星は進みません。さ、体力一気に持っていっている 1P 側ユッキーの本田。あ、うまく差し返して頭突きと張り手相打ち、残りドットの削り、こちら押し合いで相打ち OK。 ラウンド1-1粘ります。あ、張り手ダウンを取って張り手を重ねていく。あ、うまく頭突きで位置を入れ替えて画面を広く使っていく。張り手ジャンプ台足、反応が早い。あっと、鬼無双からめくり駒投げ、置き攻めは、あーっと、頭突きと百貫お互い相打ち。ユッキーさんがここで連勝していく。スコアは9対4。お互いね、張り手をかなり対応してますんで、ボタン連打の疲労もかなり、溜まってるのではないかと。タメキャラプラス連打ですからね、なかなか腕への負担は大きい気がします。さあ、攻めて緩めません。またしてもリーチ先にかけていくベンダー本田。ジャンプ出し、あー、反応はしているんですがギリギリ間に合っていない。頭突きからこれは駒投げを狙いに行ったんですが、百貫もう一回投げていく。あ、百貫裏回りピヨってしまった。勝負あり。こちらでベンダ30本選手となります。最終スコアは10対4ですね。すいません、ありがとうございました。凄まじい試合でダブル KO の数がものすごいので、20先ぐらいやったような感じなんですけど、お互い何か
ですか、その連打とかための感じは疲れないですか、10先とか連続してやった時っていうのは。疲れますよね厳しいですよねなかなか見応えがある試合ありがとうございました。